だストレッチする必要ないんだよ、これ。すごい。これが人間の持ってる治る力でね。はい、じゃあうつ伏せになって。すごいね。整体歴33年の整体師が身体の歪みを一瞬で見抜く。ストレッチね。はい、こっち向いて、左、右向いて。どっち向きにくいですか？左、こっちが向きにくい。他力抜いててね。はい。これは腰痛いね。ここ、これがまっすぐ。これがセンター。これで左行ってんの。はい、もっとダラーンとしてみて。もっとダラーンと。でね、ここに手持ってきてもらって、この隙間に。こっちとね、右と左。これ入りにくいの分かる？こっちも入るでしょ。あ、はい、はい。これがまっすぐなの。あ、はい。ここが元。こんだけずれてるの、はい。で、この状態から寝て元に戻る。疲れて寝て元に戻る。この流れができればいいわけ。はい。うん、で、手戻して、で、足を曲げると、右が曲がって左が曲がらない。確かに、そうですね。分かる？はい。ということは、ただ単に寝てるだけでこんだけ違うわけ。ただ単に寝てるだけなのに太ももの前の筋肉の緊張が強くて弱いわ、はい、わかる。整体歴33年の整体師が身体の歪みを一瞬で見抜く。柔らかい方？いや、硬いと思うんですけどね。こっちがこんだけ開くのわかる？右、今度左、左がね、ここで止まるのわかる？こっちが硬いの、はい、でよく開く方側に痛みが出やすいの。ああ、そうなんだ。だから右なの。だから骨盤自体がこうなってるの、わかる？っていう感じ。じゃあ力抜いててね。よいしょ。こんな感じ、わかる？これで止まるでしょ。で、指伸ばして、はい、これがまっすぐ。えっこんだけずれてる。だらん、もっとだらんとして。だらん、そうそう。こう。これがまっすぐ。よく上がる側。どうですか？ずらしてないですか？全然ずらしてないよ。うん、いい？これ行くけど、これ行きにくいのがある？ここまで。あ、そうですね。うん。で、お腹から胸についてる、その筋肉の動きが、こんだけ違う。整体歴33年の整体師が、身体の歪みを一瞬で整える。こうやると、頭痛が出る。で、今度ね、膝を伸ばしたままで足をビュンと上げる。そう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 。右と、はい、下ろして。左。どっち側で見ていい？左、もう一回。じゃあ今から整体しますね、はい、で、今までは検査です。今から整体ね。耳をくる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 回します。その言ってる整体はストレッチをよくやったの？ストレッチメインで、なんか痛かったですね。痛かった。腰とかゴリゴリされた。ゴリゴリされた。で、この耳の指、指組まないでね。はい、これでもう一回足上げてみて。はい、どう？左上げてみたでしょ。さっきここまで上げるんだったら、うん、膝がちょっとこう曲がりそうになったんですけど、それがなくなりました。そう。で、今の変化を覚えとってね。はい。はい、で、今度顔をくるくるする。はい。浮かし上げてみて。はい。膝どうでした？上げやすい。上げやすいの分かる？はい。今から整体しますね。で、今までは検査です。今から整体ね。耳をくる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 回します。あ、本当だ。さっき、あ、つながってる。分かる？すごい。で、でも降りるわ。わかる？だからストレッチする必要ないんだよ、これ。いや、すごい。これが人間の持ってる治る力なんでね。はい、じゃあうつ伏せになって。すごいね。首を右見てみて。で、左。どう？さっきと。あ、さっきよりちょっと変わりました。ちょっと行きやすくなった？はい。うん、で、顎まっすぐしてて。今度ね、足の裏。学生の頃とか運動とかしてました？ダンスで。あ、そっか。何ダンス？ヒップホップと、うん、R&B とジャズで。R&B とか。結構激しい動きやね。なんかそうですね。腰とか使ってウェーブとかする。これで首を右左やって。右左。どう？その違和感ないです。どっちも。さっきより動きやすいでしょ。はい。ということは無意識レベルの世界が変わったってこと。そう。これで正座してみて。でしょ。うつ伏せになってください。これでね、だいぶ動くんですよ。ピッて。ほら、こんだけ曲がるよ。わかる？あ、はい、わかります。ここ触ってみて。この隙間。あ、本当だ。さっきはこうなってたから。はい。これが人間の生命維持してるサイクルなの。なんか不思議だとって、うん、知らないだけでもこれがもう事実なんで、うん、でこの元の状態を体に体験させると寝て疲れが取れるようになるわけ。そうすると腰痛を出す必要のない体になる。生理痛を出す必要のない体になる。頭痛を出す必要のない体になるわけ。いい。だからコリはほぐすな、痛みは止めるな、姿勢は直すな。だからみんな一生懸命頭痛とか生理痛治そうとするでしょ、うん、例えば頭痛かったら頭痛薬飲むでしょ、うん、あれはガス漏れ感知器でブーってなってる、そのガス漏れ感知器の電源切ってるだけなんで、うん、あの私針行ったりとかしました。
うん、針行っても何行っても要はその治る力が正常に働かない限りはダメなわけ。なんか私たまになんですけど、うん、だって仰向けになると腰がずれた感じになる。だからこうなってたから。あ、そういうことですか。筋肉によって骨の位置、血管、神経が全部決まるからずれるから。それもなくなるんですか。もちろんもちろんもちろん、そんな全部なくなるよ。ふっと肩上げて、はい、ぐっと上げて、ぐっと引っ張って、はい、というか力、はい、ぐっと上げて、本当に頭痛はなくなるよ。嬉しい。本当になくなる。やっぱできたらお薬飲む方がいいし、できたらその寝るお薬も飲まない方がいい。寝れるまで起きてた方がいい。うん。寝れなんだら一晩、二晩、3日徹夜したら4日目で寝れるから。確かに。それで寝た方がいい。で、寝んでももうまだ、ね、寝れなかったら寝れないで、目開いて、もう仕事になったらもう眠ることは忘れて、で、動いた方が。ふっと上げて。はい。ふっと上げて。ふっと上げて。ふっと上げて。ちょっと体暖かくなってない？そう。冷え性で寒いんですよ。うん、どこが冷える？手足？手足です。腰とかも？腰はもう分かんないですね。手足冷えるのは仕方がないんだけど。息を吸え、吐いて、吸え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 、もう一回右回して、左、どう？あ、いいですね。うん、で、もう一回深呼吸してみて、うん、どうですか？めっちゃなんか入ってるって感じです。するでしょ？で、お腹をくっと力入れて、はい、足を肩幅に広げてください。はい、息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、首もこっち見て、首もこっち。そうそう、いっぱい吸って、吐きながら元に戻って、思いっきりぐーっと前に、そうそう、もっと思いっきり、ぐーっと、はい、吸って、吐いて、吸って、吐いて、はい、吸って、吐きながら前に行って、ぐーっと前に戻って、そうです、そうです。で、足を通して、で目をつぶって、疲れて寝て、疲れとるシステム正常になり、体空っぽ、首残り、それ朝起きた時の、腰の違和感、むくみ、性別一切なくなってよかったな、本来の健康な状態になったなっていうのをイメージしてください。できたら、はい。はい、OK。こんな感じです。